はーい、対戦相手の方が見つかりました。ウル・ガモスがいますね。ガモスきついな。アロキューもうざいけど、どうしよっかな、これ。難しいっすね。ザシアン、メタモンは出すとして、ランドロスか。ザシアンから入りつつ、ランドメタモンにしましょうか。はい。はーい、対戦よろしくお願いします。さて、誰から来るかな？なんだこれ。ガブリアスか。ガブリアスの中国名めちゃくちゃかっこいいな。ザシアンね。まあ、この展開を想してて、この場合はランドに引くつもりだったんで、まあよしと。ここでドラゴン技は飛んでこないだろうから、か素早さ上げるやつみたいのは、まあさすがにないでしょうね、ザシアンの前では。だランドはウルガモスを倒す仕事もあるからな。あまり無茶できない感はある。自信、はい。相手ランドにさ、ランドの自信に後投げできそうなやつってあんまりないよな。スカーフとかまで警戒すると。株価普通に突っ込んでくるのかね。まあ、タスキだろうからタスキを残してきたんでしょうね。誰だ？え？これガモス？嘘だ。ガモスはさすがに無茶だろ。正気か？ただの地震でこのダメージだからな。鬼火とか押してくるんですかね。なんで？ランドにガモスアート投げてほとんど見たことないけど。ああ、でも直球だから全然食らわないんですわ。ああ、大したことないね。まあ、ガモスはちょっとザシアン通す上でめんどくさいポケモンだったんで、ここで処理できたなっていうかい。で、ガブからは引かなくていいでしょうね。何が嫌かな？でもここでも残ってないっつぐらいか。あの鹿。あ、ガブが来たか。素早さ上げてくるやつあるじゃん。あれやってきたところで見たもんでなんとかなるから。トンボでいいな、ここ。だっけ、スケールショットだっけ。炎の牙。昼間戦狙いワンチャンスですね、これは。トンボ返り、はい。スカーフだったとして、ザシアンが炎の牙で死ぬわけがないので、ザシアンでいいですね。壁の耐久だからな、巨獣山で落とせるかというと多分無理ですよね。まあ、じゃれつくミニ中不安つってもわずかだからな。じゃれつくでいいや。90%でしょ。まあ、10%での負けは仕方ないだろう。90%勝てるゲームと考えれば、やっぱスカーフだ。で、炎の牙でもひるみ分があるから90%ではないんだな。でも当たったからいいや。で、ラストが多分あの鹿だろうし、普通に一刀両断して終わりですね。大体勝ちのはず。ああ、超レビー。1週間遅れの夏休みが来てるけど、寝てポケモンユナイトやってるの繰り返し、ハピナンス？ハピナンスか。マジか。予想外呼ぶ予想外なんだけど。対戦ありがとうございました。何しに来たんだこいつ。ハピナスってなんかうちのチームに役割あんのかな。まあいいや、ありがとうございました。対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームが、おお、キュレムか。最強ポケモンですね。どうすっかな。ザシアンはめちゃくちゃいいんですけど、ファイヤーが気になるな。あとランドロスもうざい。ラティから入るか。ラティオスで荒らすだけ荒らしてザシアン。レジエレかランドか。メタモンもまああり。レジエレキがでも結構いい気がするな。はい。はーい、対戦よろしくお願いします。
誰から来るんだべ。キュレムから来た。はい、でもキュレムよりラティオスの方が強くない？お前よりこっちの方が強いだろうな。流星群でスカーフとかでない限り何も問題ないわ。スカーフなのかな、キュレムって。わかんない。引いてきたナットレイですかね、それかバンギラス。バンギか。でここでザシアンに引いて巨獣山で吹き飛ばす。相手が引いてくるとしたらファイヤーとかあの辺か。めっちゃ入るじゃん、強っ。急所ではないのか、単純にこいつが強すぎるだけか。ザシアンでファイヤーがいたら一応レジエリキに頑張ってもらおうと思うけど、レジエリキキュレムには勝てないからな。バンギアさこの HP だからゴリ押しが効くかもしれないけど。でもこれザシアンね、噛み砕くかドラゴンダンスか、相手が交換してくるか噛み砕く。まあこの HP まで減ってるから突っ張ってくる可能性も考慮してってことですかね。剣のやつ積んでも無駄になるかも、だから普通に巨獣山しておきましょうか。バンギーを倒せればラティが動かしやすくなる。エスパー技でこだわる選択肢も出てくるしな。ファイヤー来たか。炎の体がうぜえな。焼けんなよ。焼けてもバンギーは倒せるだろうけど、めっちゃ強え。焼けてはいない。てかプレッシャー放ってました、相手もしかして見てなかった。でここでリジール機に引いてボルトチェンジでいいと思うんですよね。あのバンギーは次の流星群は耐えられないし、ファイヤーも同じですよね。暴風か。まあ半減だし。え、強っ。メガネかなんか持ってんだこれ。さすがにパワーありすぎる。レジェリキ柔らかいっつっても半減でこんな食らうことないだろ。メガネですね。ボルトチェンジで次の受け出しは効かんからな、ファイヤー。はい、バンギラス、まあ、10万なんちょかってらで倒せたかもしれないけど、キュレムに控えた場合がちょっと悩ましかったからこうしたわ。でここでバンギは倒せますね。はい、相手だってバンギ切るかキュレム切るかファイヤー切るかでしょ。バンギこの HP で残してもラティに勝てないんだから、どうせ、まあ、切ってくるのはバンギラスで間違いないですね。だからここは変なこと考えず居住残でいい。変なことってのは交換読んだ剣の前とかキュレム読み、キュレム読みはでも巨獣さんでいいのか。でバンギラス倒してでファイヤーに対してももう殴りに行くでいいと思うんだよな。巨獣さんでワンチャン飛ばせるしな、この HP って。さっきだって半分近く入ってましたもんね。うい、強い。なんか対策ポケモンとか普通に一刀両断してるのやべえなこいつ。この辺がやっぱ金伝と純伝とか金伝と一般ポケモンの差なんでしょうね。あとはこの最強ポケモンキュレムをやっつけるだけだ。スカーフの場合だけ植え取られるけど、スカーフだったらこっちのポケモン全員倒す技がないでしょ。ドラゴン技押せないし。はい、巨獣山おい、対戦ありがとうございました。キュレムマジで何もしてないなこいつ、何回か見てるけど、ありありのありでした。